タイルズムービー技術技能職編、夢を実現する技術、未来を支える技術。コンピューターメーカーソード、システムエンジニア岡本京介さん。どんな会社ですか？企業が使うパソコン、お客様の何かこう機械に組み込んだり、またなんか大きなマシンに組み込んだりっていうことで、あの使うパソコンを販売、製造、保守をやってる、会社になりますね。どんなパソコンですか？医療機器に組み込まれるものが多いですね。 MRI とか CT スキャンとかに入っているようなこうサーバーなんですけど、大きいパソコンが入ってたりしますね。どんな仕事を担当していますか？うちから出荷する製品の検査をするプログラムを私は作っています。パソコンって何でしょう、こうデータを保存する部品があったり、データを一時保存する部品があったり、そういったものがちゃんとついてるか、認識してるかとか、機能するか、要はデータを書き込んでみてちゃんと書き込めたかとか、そういう検査ですね。この仕事の魅力、やりがいは？先輩方に自分が作った何でしょう、ソースコードだったり、考えたロジックっていうんですけど、そういう効率化に関して、あ、それいいねとか、よくできたじゃんみたいな、こうお褒めの言葉をもらえると、あ、やっててよかったなと。なぜこの仕事を選んだのですか？高校の時にバイトをちょっと始めたんですよ。それでもらった初めての給料を、まあいくら何ヶ月分か貯めて、もう夢だったこうゲーミング PC を作りたいっていうので、自分で部品買ってきて作ったんですよ。でそれが何でしょう、こうある意味こう初めて自分が作ったものなんで、あ、こういうのを作ったり触ったりする仕事がいいなっていうふうに思い始めたのが、本格的に思い始めたのが高校ですかね。弊社はですね、こうソードって名前なんですけど、ソードの由来は、まあ、ソフトとハード、ソフト&ハードで、頭とお尻を取ってソードっていう風になってるんですけども、両方やってると幅広く、もうパソコンといえばもうハードウェアとソフトウェアなんで、もう全部やってるってことで、もうここしかないと思って、はい、希望して就職しましたね。この仕事を目指す中学生、高校生にアドバイスをください。学校の授業とかで情報の授業がきっとあると思いますので、そこからまず興味を伸ばしていっていただいて、プログラムって言ってもいろんなプログラムがあるので、自分が何どんな分野に興味を持っているかっていうのを明確にした上で、そうですね、プログラミング学習を取り組んでいただければと。情報分野を目指す人材っていうのがどんどん増えていくので、なんでまずはなんかこう何か好きなもの、ゲームでもいいですし、興味をこう幅広く伸ばしていってもらって、武器を作ってっていうのがきっとこの先大事になってくるのかなと思います。就職を考えているお子さんのいる保護者の皆様へ一言お願いします。私も最初仕事を決める段階で自分が何したいかとか全く分かってなかったんですよ。でそういうのは仕事をしながらこう学んでって、こう自分の技術を磨いてってっていうのでこう身につくものだと思うので、自分がある興味がある業界分野に関わってる企業にとりあえずもう入っちゃうっていうのがいいと思うので、一回やっぱり働いてみるっていうのでこう考えが変わる場合もありますので、何でしょう、こういう会社も世の中にいっぱいあるから、とりあえず働いてみて考えたらいいんじゃないみたいな、そういうフランクなこう意見もあった方がいいかなとは思います。はい。